どうもマイクロさんです。今回なんですけど、今回はねこの右下のこれだね、このジョーゴ、うん、強敵なんちゃらちょっと読み方わかんないんだけど、これなんて読むのこれ。いや、これの君たちの成長を見込むハードモードをクリアすることができたので、まあそのね、そのクリアパーティーを紹介していくと紹介していこうと思います。でパーティーがこれじゃないな、これだね、これなんだけど、ちょっとね撮影した段階よりちょっとレベル上がってて、五条先生と釘崎のレベルがちょっと上がってます。五条先生が68で釘崎が69なんで、まあ誤差なんだけど、他は一緒かな。グレードも変わってないし、階層も特にレベル変わってないので、で全キャラグレードは7かな、8かな、あ、イタドリ7、うん、パンダ君8、東堂8、あ、うん、イタドリだけ7で他8だね、グレードっていう感じとなっております。で当初考えてたパーティーの動き的には、これ東堂で釘先守りながら他で火力で押し切るみたいな動きでやろうと思ってたんだけど、東堂入ってる意味はほとんどないです、ほとんどないので、これは別キャラにした方がいい。ナナミン持ってるんだったら絶対ナナミンの方がいいし、マイクロさんだったらね他に伏黒がいるんで、伏黒キューンをね入れた方が絶対いいかなっていう感じでした。っていうのがね、ジョーゴのね一旦目領域展開してくるんですけど、あの領域展開ね効果が必中効果になるんで、この東堂の友情の記憶のマイフレンドって、あの例えば釘崎にマイフレンド効果があると、釘崎に単体攻撃したら東堂が守るんですよ、ノーダメージになるんだけど、必中効果によってね不発になって普通にダメージ受けちゃうんですよ。だから意味ないっす、意味ないので東堂じゃなくて別のキャラクター入れた方が安牌になります。で一応ねこの中で一番重要なのが多分パンダくんなんだよね。ちょパンダくんって言っちゃうのも許してほしい、ちょっと癖が出ちゃうからもうそれは許してもらって、パンダくんがねもう本当に1回しか使わないけど、この耐え切るみたいな、受けるしかないみたいなやつがあるんだけど、領域展開中のジョーがね本当に火力高いから、釘先とかに攻撃いっちゃうとマジで落ちちゃうんですよ。だからこのパンダくんのこの2個目のこれだね、受けるしかないよね、しっかりやってもらって、ジョーゴのダメージをパンダくんで受け止まるみたいな。で有利属性だからダメージも少なめ、え有利属性だからダメージも少なめっていうのがでかい感じですね。はい、そんな感じです。一応まああとはあの動画見ながら解説していきたいと思います。どうぞ。はい、やっていきます。ジョーゴ戦ですね。はい、まず一旦目なんだけど、これね、なんかね、とりあえず改造スキルで、イタドリの改造スキル使って、三段蹴りですね。で、ここを友情の記憶使おうか迷ったんだけど、あ、意味ないよ。本当は意味ないんだけど、この段階では友情の記憶使おうことか迷ってて、ミニタン目でいいやと思って、とりあえず殴るだけにしました。はい、で、外観鉄地線発動時に全体ダメージが入るから結構痛めの。はい。でここパンダ君受けるしかないをやってもらって2ターン目に、で東堂の回復っすね、東堂の回想スキルを使って 30% の回復っていう感じで、はい、なんでここちょっと東堂殴ったのか分かんないんだけど、ああそうだそうだ、パンダ君が受けるしかないをやったからだ。でここで普通に殴って、ここで友情の記憶を使ってって感じですね。で釘崎はね、あの必殺ゲージ的に最大火力叩き込まないと厳しいなと思ってたんで、この段階で、まあ、東堂のベストフレンドをやった段階で、あの釘崎のその術式の火力が上がるスキルを使ってます。でさっき釘崎に攻撃飛んでいったじゃないですか、あの領域展開中絶対必中だから当たってあれってなってたんですよね。はい、だからもう釘崎狙われないようにするしかないというか、まあ、安定してるパーティーではないので、うん、まあまあ一応ねチャレンジ回数的には2回目かな、2回目でクリアできたから全くもう全然クリアできませんみたいなパーティーではないんだけど、まあ何回かにもうね、何回かに1回はクリアできるみたいな、2、3回に1回はクリアできるんじゃないかなって勝手に思ってます、勝手にね。はい、でここで東堂が落ちて五条先生が出てくる。でここはもうね必殺っすね、釘崎とパンダくんで、これ釘崎最大火力っすね。はい、ドラミング B と
からの最大火力ダメージが15番よろしくね。合計で、はい、ダメージさらについて合計が21番。やばすぎいいっすね火力が。任せとけ。はい、でここで普通に虎杖の必殺と、それじゃ五条先生の必殺改造付きで使ってやっていく感じですね。はい、国戦一発かな、一発っすね。本当にね安定しないんだよね虎杖の必殺の火力が。はい、ここでいくらだ、7万か、合計14万ぐらいかな、あ13万ぐらいね、あ14万だったわ14万ですね、いいダメージ。はい、ここでブレイクできたのいいっすね。ここでブレイクして2ターン相手が動けない状態になるので、もう本当にもう袋叩きにするみたいな感じです。で釘崎の体力的にもね、勘立ちがねちょうどいい、すごくいいダメージが入る。いいね、クリティカル44000ダメージ、いいダメージ。でここはもう普通に殴るだけだね。あともう殴るだけしかないです特に考えることはない、ただ火力を浴びせるだけ。あ、ここまでスキル使って、はい、スキル使って殴る。釘崎がねもう必殺また打てるんですよね、友達でブレイクしたんで。ブレイクすると必殺ゲージが上がるんですよ、だからそれで火力が上がった感じですね。はい、ここで勘出しでとどめと。はい、まあわりかしギリギリではあったかまあまあ五条先生の必殺あったから、まあまあ釘崎に攻撃が飛んでいってても負けることはなかったけどね。はい、っていう感じでした。よかったら参考になるかな、うん、参考になったらでいいんでみんなよかったら参考にしてみてください。はい、こんな感じでした。うん、まあまあまあ何回かに1回はクリアできるんで、まあ普通にいいんじゃないかなと。本当はねナナミンがいたらもっと楽なんだろうけどね、東堂の枠をナナミンに変えると火力的にはもう申し分ないぐらい出ると思うんで、はい、だいぶ変わってくるんじゃないかなと思います。 SR でもねその夜属性のキャラがいたらよかったんだけど、そうマイクロさんがね SR でも夜属性のキャラがね、これ結城くんしかいない、結城くんしかいないから。でしかもこれね、これ何だったっけ、防衛壁っていうこの攻撃無効化増えと書いてるんだけど、これがね意味ないっていうね、領域展開中は。だからちょっとね厳しいんだよね今の現状だと。マイクロさんは適正キャラがね、ナナミンなんで、ナナミン持ってる人はもっと楽になるんじゃないかなっていう感じです。ではね、今回はこれぐらいで終わりにするので、よかったら今後もね、ファンパレの動画を上げていく予定なので、チャンネル登録と高評価ボタン、押してってください。それでは、また次の動画で。じゃあね、バイバーイ。